さあ、いよいよ始まります。ライモン中対白蓮中の練習試合、実況は角間啓太でお送りします。何？あの野郎、ディフェンスにいる。吹雪はフォワードじゃなかったのか。フォワードだよ、吹雪くんは。じゃあ、あれは何だ。今はまだディフェンダーなんだ。どういうことだ。わからないけど面白くなりそうだ。軌道のキックオフで試合開始。彼の動き漏らさず取ってね。はい。ふざけてんじゃねえ。どけ。染岡、強引に白蓮のディフェンスを突破。そのまま吹雪に向かっていく。そういう強引なプレー嫌いじゃないよ。アイスグランド。おっと、吹雪、染岡から華麗にボールを奪ったぞ。なんてディフェンス能力だ。あれを破るのはかなり大変だぞ。さあ吹雪、パスを出して。そのボールを北見が受ける。しかし風丸があっさり奪い返した。他のプレイヤー吹雪ほどの実力じゃないみたいだ。風丸、染岡にパスだ。ここで吹雪がキーパーの前に立った。せげる女、せいで見やがれ。ドラゴンクラッシュ。なんと吹雪がドラゴンクラッシュをも止めてしまった。そうか、吹雪はフォワードじゃなくてすごいディフェンダーだったんだ。出番だよ。稲妻。よし、行くぞ。染岡を簡単に弾き飛ばした。この程度かよ、甘っちょろい奴らだ。あいつ雰囲気が変わった。吹雪くん、任せとけ。いつもみてえにバンバン点取ってやっからよ。見てな。拝見と行こうか。一の背後ショルダーチャージ、激しくいった。なんて突進力だ。すぐすぎて軌道の風丸のスライディングタックルだ。二人を弾き飛ばしてしまった。なんというパワーだ。あっという間にゴール前だ。感じるぜ吹雪、お前のシュート絶対すごいはずだ。やれろ。離れ、フリザード。コッドハンド。シュートがライモンゴールに炸裂。なんと先制したのは白蓮中だ。ゴッドハンドがこんな簡単に。これがブリザードの吹雪。すごい、止めたと思ったのに、なんて破壊力。いいか、よく聞け。俺がエースストライカー吹雪四郎だ。吹雪、お前のシュートどうしても止めたくなった。
できるもんならやってみな。まだ手がジンジンとしびれてる。あいつが仲間になってくれたら。スーパーディフェンスに素晴らしいシュート力、噂以上のプレイヤーだ。どんなにシュートがすごくても高円寺の代わりはいねえんだ。やられっぱなしでたまるかよ。そこまで、試合終了よ。何？え、ここで終わりですか？このまま終わらせてたまるか。染岡くん、振り分けるわけにはいかねえんだ。いかねえか、面白い。その程度か。話にならねえ。こんなもんじゃ満足できねえ。もっと楽しませろ。さっきのなよなよ君と全然違う。エターナルブリザード、お前らに止められるようなエターナルブリザードじゃねえ。このシュート必ず止めてみせる。マジンザハンド。何？あっと、ゴール板を越えた。あれでコースが変わったか。二人とも大丈夫か。はい、キャプテン。しかしすごいな、ディフェンス二人がかりでもコースを外させるのが精一杯。エンド、どんな強力なシュートもこの方法なら、うん、エイリア学園を倒せるかも。はい、そこまで。すごい。